ジェドエフラーは古代エジプト、エジプト皇王国時代、第四王朝のファラオ。彼はまた、マネトによって記録されたギリシア語名、ラトイセスという名前でも知られる。ジェドエフラーという名は、太陽神ラーのごとく、永遠なるものという意味を持つ。ジェドエフラーは、ギーザの大ピラミッドの建造者、クフの息子であり、直接の後継者である。ジェドエフラーの母については知られていない。 彼は、王の称号さ、ラーを導入し、初めてカルトゥー種名を太陽神ラーに関連づけた。また、不王、クフのピラミッド事業を引き継いで完成させたことと、そのクフの魂を送る箱船を作らせたことが知られている。ジェドエフラーは兄弟であるカワブの未亡人ヘテプヘレス2世と結婚した。彼女もまた、ジェドエフラーとカワブ双方にとって姉妹にあたる。 ヘテプヘレス2世は、ゼドエフラーの死後にはさらに兄弟のカフラーと結婚した、可能性もある。また、他に、ケンテツカという妻がいた。彼女の存在は、アブロア州の総裁伝の彫像断片から知られている。彼女との間には3人の息子、セトカ、ワカ、ヘルネトと、娘であるネフェルヘテペスがいた。この子供たちはピラミッドに隣接する。 総裁殿の遺構で発見された彫像の断片によって存在が証明された。数々のケンテトゥカの彫像断片がアブロアシュにあるジェドエフラーの総裁殿から発見されている。最近のミシェル・バルジャの下で行われたフランス隊の発掘調査によって他にヘテプ・ヘレスという娘とニカウ・ジェドエフラーという息子がいる可能性が示された。セト家の像。 彼の名前と称号が刻まれている。ルーブル美術館像、現在までに知られているジェドエフラーの子供たちは以下の通りである。また、ミシェル・バルジャに率いられたフランスの発掘調査隊はピラミッド複合体でジェドエフラーの別の子供たちの可能性がある名前を発見した。アビュード総名表にあるジェドエフラーのカルトゥー種名。ラージェドエフという名前の形で書かれている。 赤色花崗岩のジェドエフラー、陶像ルーブル美術館像鳥の王名表は彼に8年間の在位期間を割り当てている。しかし、知られているジェドエフラーの在位中の最も後の年次は、11回牛を数えた年である。おそらくジェドエフラーのものである、11回牛を数えた年という匿名の年次は、エジプト人の作業員によって、 クフの南の船着き場を覆う巨大な屋根石のブロックの一つの下に書かれているのが発見された。ミロスラブ・ベルナーは建物の建設を行った作業員の刻んだ石の記号と秘文はジェドエフラーの即位名か黄金のホルス名のいずれかに違いないと記している。ベルナーの記述によればこの年次をジェドエフラーとする現在の学術的見解について エジプト学者たちの間で論争が行われている。ライナー・シュタデルマン、バシル・ドブレフ、ピーター・ジャノシラは、この年次をジェドエフラーのものとすることに賛同している。反対に、ウォルフガング・ヘルク、アントニー・スパリンガー、ジーン・ビカウター、W.S. スミスは、この天井のブロックは、クフの時代に、船着き場が建造された時にすでに持ち込まれ、この位置に配置されたものであり、後でジェドエフラーの時代に、 葬儀用の船が埋蔵されたのである。として、この年次は、クフのものであるとみなす。ドイツの学者ディーター・アーノルドは、1981年に、マダック市で、クフの船着き場から見つかったブロックの記号と碑文は、ジェド・エフラーの作業員たちによって実現された、同様の建設プロジェクトの、各段階に関係する一まとまりのコレクションを、形成ベルナーは、このような記号と碑文は通常、 ブロックの切り出し、運搬、保管、建設のための移動操作に関係していると強調し、次のように述べる。この文脈において、船着き場のすべてのブロックの中で一つだけの碑文が、ジェドエフラー以外の誰かに帰属するというのはほとんど説得力がないように思える。ベルナーはまた、フランス・スイスの共同発掘隊によるジェドエフラーのピラミッドでの発掘調査で、ジェドエフラーのピラミッドは、 彼の治世中に完成したことを発見したと記す。バロヒアによると、ジェドエフラーのピラミッドは主に天然石の角を用いて作られており、それはコアの45%に相当する。ピラミッドの側面は200キュビット、高さは125キュビットである。よって、ジェドエフラーの葬祭施設の元々の大きさは、おおむねメンカウラーのピラミッドと同規模であった。したがって、 ピラミッドが未完成であったことを理由にジェドエフラーの知性が短かったとする議論はやや信用しがたい。以上のことから、ジェドエフラーの知性のものとされる最後の年次は、11回牛を数えた年であり、これはもし地区牛等数調査が毎年行われていたとするならば、ジェドエフラーが最低でも11年間エジプトを統治したことを意味する。また、もし地区牛等数調査が、 各年のものである場合には、最低22年間の在位を意味する。ベルガーは、11年という短い数値を指示し、次のように書いている。ゼドエフラーが残した、記念碑と記録が少ないことから、この王に、長期の在位期間があったようには見えないアブロアシ州にある、ゼドエフラーの、ピラミッドアとジェドエフラーは、ピラミッドの建設位置を北側へ延伸し続けた。 アブロア州での彼のピラミッド建設はギーザの北方8キロメートルの地点で行われた。これはメンフィスのネクロポリスの最北端である。彼の妻、ヘテプヘレス2世のスフィンクスは最初のスフィンクス建造であると考える人もいる。このスフィンクスはアブロア州のゼドエフラーのピラミッド複合体の一部である。2004年にゼドエフラーが彼の父の姿を映した。 ギーザのスフィンクスの建造を担当していた証拠がフランスのエジプト学者バシルド・ブレフによって報告された。一方、エジプト学者たちはアブロア州にある彼のひどく崩壊したピラミッドは彼が死んだ段階で未完成であったという仮説をかつて持っていたが1995年から2005年まで行われた最近の発掘調査によってピラミッドは完成していたことが確認された。 現在、跡形もなく破壊されているのは出土品から、ローマ軍による破壊によるものと考えられている。彼のピラミッド複合体は広範囲にわたって略奪され、西暦2世紀頃までには王の像は破壊された。ジェドエフラーの遺跡の発掘が行われたのは1907年のフランス隊による調査であり、王の石像の頭部のほか、その息子瀬トカの小さな座像。 王妃と共にある王の像が発掘され、いずれもルーブル美術館に収められている。アブロア種の保存状態が悪いため、ゼドエフラーの葬祭複合体については、わずかな痕跡しか発見できていない。彼のピラミッドの参道は、従来の東西方向ではなく、南から北へ伸びていることが証明されているが、貸神殿はなく、日干しレンガで建てられた葬祭殿の基部のみがわずかに残されている。 総裁伝は伝統に従いピラミッドの東表に一致している。ありがとうございます。